のりごとうです。本日はビートの伊藤さんとデイキャンプでございます。今回はちょっと横沢鉄板というね、鉄板を使ってステーキを焼いてみようかなと思っております。ただいま朝9時出発したいと思います。よいしょ、よし、じゃあ出発。8時59。ということで今回内藤さんの車で行きたいと思います。桃太郎神社キャンプ場ね。ジャンボ、ジャンボ、ウクイソ内藤です。あ、お願いします。すいません、桃太郎神社キャンプ場、はい、はい、行きましょう、行きましょう。買ってますけどね、はい、行きたいと思います。はい。犬山の吉津屋で買い出しです。結構でかいね、なんか。吉津屋で無事買い物完了でございます。安いステーキ肉とスパゲティ用のパスタ用か、スパゲティじゃないね、今パスタやね、パスタパスタ用の具材をね。よし、出発やね。ついに結局10時半。モンキーパークを横目にね、こうやってやっぱ山道入ってくると結構来たって感じするね。いやね、桃太郎神社キャンプ場到着です。なかなか日がすごい強くて暑いんですが、ここでね、今日はちょっとデイキャンプしていきたいなと思います。人っ子一人ね。よし、早速準備していきたいと思います。ありがとうございます。絶対これが必要だからね。1週間泊まっても500円、だから1ヶ月で住居費2000円。よっしゃWon't you sing for me till we fall asleep? The night is young. ということで、まずはターフ張りから。ターフ張り、ターフ、ターフ張りからですね。言葉からですね、まずはターフ張りね。タープです。タープ始まった、ついに。すげえ。頑張って。さすがソロキャンプ歴1回の内藤さんは手際がいいわ。歴があるからやっぱり。もう立ってきてるもんね、これね。あっという間にターフ完成。これが横沢鉄板、これで肉を焼くだけで美味しくなると噂されてる鉄板ですね。ただの鉄板、こいつでステーキをね、焼いていきたいと思います。間違いんやろ、俺のやつって。これ完全に俺のだから。ちえちゃんが俺のだからね、これ。間違えて持って帰んないでね、これ。これはノリです。ちえちゃんやっぱり分かったんだ。内藤さんいつも間違えて持って間違えて持ってっちゃうから。内藤さんちの子は俺のだから。ちえちゃんありがとう。これで内藤さんに持って帰られんわ、間違えて。よいしょー、いいね、いい匂いしてきたね。いいんじゃないか。もう後藤シェフ一品目、焼くだけの肉。これがキャンプ、ワイルド。これがキャンプね。
結局はこういうのだから。小賢しいなんとかとかいらないのよ、もう肉ね。男は黙って肉焼くだけのが抜けてたんですか、後藤さん。焼くだけのはいいですか、なくて大丈夫ですか。はいよはいよ。さすがノンアルコール。今アルコールごとさ、うまい。制限中だからちょっといただきますわ。うまい。早い。うまいぞー。あー美味しい。もう一味もらうわ、はい、うまい。うまいぞー。ナイスショー。うわっ、マジでうまいな。あれなんかどうなんか、これくれたい、くれたい。うまー。相当遠くまで飛んだやろ。だいぶ遠くまで飛んだよ。グラム198円の肉が、うん、まっ、いやマジでうまいよね。うまい。あの我々リアクションでかいでかい言われてますけど、いやこれはマジでうまいね。美味しい。やっぱり男は黙って肉なんですが、内藤さんがついにパスタ作りしていただけるということで。パスタ作りお願いします。任せとけ。いただきます。うまい、うん、うまい、うまい、おいしい。いい感じ。いい感じよ。何ですかこれは。トマトクリームパスタビート仕上げでございます。はい、肉もできたよ。どう、パスタの方は。お、もうできてんじゃないこれ。うちもいい感じにできてるよ。美味しそう。美味しそうやな。いただきます。美味しい。うん、うん、このためやね。はい、この美味しさのために頑張ってきたよね。そういうことです。うん、おいしい。肉もね、もうこれ日に当たってるから。早めに食べないと。ほんとダメになっちゃうよ。うん、太陽で温められておいしい。ダメなやつじゃない。うまい。 There might be a bit of paper left under the pool of coffee. Try to remember what I wrote and you just laughちょっとこれは本当に来る前から薄々というか本当は分かってましたけど、こんな炎天下の時に本当来ちゃダメですね。これね、これ40度超えてんじゃない。リング上40度超えますよ。これはもうキャンプ場、リング上40度。キャンプ場40度超えてますよこれ。レモンかな。結局これが一番いいんだよ。room, I'm lying helpless on the floor. It's how we spend our days. It's tragic in so many ways. I stumbled to the door. I couldn't take it anymore. I took a leap of faith and then I was gone.Oh
炎天下の中キャンプに行ってまいりました。本当はねあんな暑い中で行っちゃダメなのかもしれないですけれども、なかなか楽しむことができました。また今度はもうちょっと気温が下がってきたら行きたいなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。